なんか目標達成でしたっけ。そう、現実の捉え方と現実をどう変えていくか。ちょっと変えてきますね。よし。でここはこれは現実をどう変えていくかの話なんですよ。うん、そうですね、確かに。そう。そうそう、これこの間の意志力の話もそうなんですけど。そう。そもそも変わる必要があるのかって考えちゃうとまたダメなんですよ。それはダメじゃない。それはこっち側の話なんです。うん。あ、そうか、捉え方の話ってことですね。うん、ただその多分現実っていうのは、まあこれは、まあ、同じことになるんだけど、うん、そもそもあなたが思っているよりも、もうちょっと努力すれば結構手に入りますよっていうのが正しいんだと思うんですよ。うん、そっか、それはそうかも、確かに。本当？うん、なんかもっと頑張っとけばよかったって思うことあるじゃないですか。だからもっと勉強すればよかったとかそうそうよく思うじゃないですか。そうそうそう、で例えばその、うん、まあ、優秀な大学に入ってる人とか、うん、あるいはなんか、そうじゃなくても大きな事業をできた人とか、うん、そういう人たちは、分かってるんですね。もうちょっと頑張れば自転車乗れることを、うん、でも東芝ですよ。面白い、うん、そうだそうですね。そうだからそれがね、やっぱね、いろんな人と付き合ってと思うのが、うん、付き合うことの人の仕事とかいろんなところと付き合ってと思うのが、うん、そういう人が、うん、なんか安定した人生を送ってるんだなと思うんですよね。一方でこの村上なんて和夫さんとか、はい、山中教授は行き過ぎとも思う、はい、科学の世界はそうなんですよね。うん、なんだろう、その周りにはずっと暗闇でバットを振り続ける死んでいく人たちもいて、うん、 そうですね、そこまでは、する必要ないけど、うん、ここで話の話ってオバマ大統領で言えばタバコをやめるにはどうすればいいかって話ですもんね。うん、そうですね。そうそう、はい、でも、まあ、確かにここに書かれているところとして別にオバマ大統領タバコやめなくてもいいじゃんみたいな、うん、そうそうそう、大統領慣れたしっていうコメントがそうねそうそうそうね、そうあるよね。あ、でもなんかすごい分かりました。うん、うんうん、はい、次行きましょうか。次行きましょうか。もう終わりだと終わりって言ってくださいね。あの、なんかトークがいっぱいあってもう1時間とやばいから、ロージングに行かないと。いや、ロージングあと10分は大丈夫です。本当ですか。うん、まあなので、まあそのそうですね、まあそのなので証明型と習得型の話とか、うん、あとですね、防御型、うん、獲得型と防御型っていうふうにも分けられるよっていう獲得型と防御型、はい、うん、何ですかそれ。それは、なんかですね、何かを獲得するために頑張れる人、うん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 、と、なんかこう、なんかリスクが怖いから頑張れる人がいて、防御型がね、はい、防御型、そうです、はい、だから妻を失わないために優しくするみたいな、うん、そうですね、っていうのもまあ言ってるけど、まあ、でもこれを話してるとちょっと結論にいかないんで、あ、結論がでもあるんです、まあ、でも結論っていうか私の中で刺さったというか、まあ、行きましょうそれ、はい、まあ、とりあえず計画はあの、まあ、計画立てようねって言ってるんですけど、うん、計画を作るにしてもあの条件型計画を作成しようっていうところが、はい、刺さったと、まあ、それが一番なんか使いやすそうだなと思いました。いいですね、はい、その条件型、はい、で、なんかその、意志の力に頼らずに行動できるようにしようっていう感じなんですけど、うん、はい、なのでシンプルな計画を立てて、うん、それをなんかその、なんですかね、それをやるっていうその意志の力にエネルギーを使っちゃうと、うん、そのあのなかなか実行できなかったりするので、まあ、とにかく何も考えずにできるような計画を立てようと、はい、うん、で、それで出た、はい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 、で計画の立て方としては、ほう、ですね、あのじゃあまず悪い計画の立て方、うん、悪い計画は食べる、例えば痩せるために食べる量を減らす、そして運動する量を増やすっていうのは、はいはい、これは悪い計画なんですよ、はいはい、で、いい計画は、ほう、いい計画は脳内でもう反射的にこの条件があったらこの行動をするみたいな直結させるっていうのがいい計画。うん、いいですよ。はい。どういうことつまり？例えば、なんだろう。例えば夜8時の時点でご飯食べてなかったらもうその日は夕ご飯食べないとか。なるほど。うん、あれ似てますよね。うんうん、今あれ言おうとしたでしょ。あ、次。言っちゃってください。全然電気入ってなかったんで。
あの厚切りジェイソンが厚切りジェイソンって知ってます？あれか、アメリカ人ワイジャパニーズピーポー、そうそう、なんかプレジデントっていう雑誌があるんですけど、はい、ビジネス雑誌で言ってたのは、それオンラインじゃなくて、うん、多分オンラインでもどっちでも載せてるんじゃないかなって思うんですけど、実際見たのはオンラインで、はい、オンラインで見ました。で、なんか厚切りジェイソンさんも60キロ痩せたんですって。60キロ、うん、すごい効いてきた。そう、しかも仕事しながら痩せてて、すごいじゃん、すごい。で、なんかダメな目標は60キロなくなっちゃう人もいるよね、体重、うん、いるいるいるで、ダメな目標っていうのはその数字で考えたらダメって、いつまでに何キロ痩せるとかは、うん、格闘型だ、うん、できないって言ってて、毎日日々これだけやるっていうことだけに焦点を当てた。だから毎日その1000キロカロリー消費するっていう、その消費カロリーと摂取カロリーの差を1000キロになるように絶対毎日やるっていう目標にした。そしたらもう自動的に痩せていくから。でもそれともちょっと違いますよね、うん、まあでも考え方によっては条件をつけてることになるのかな。なるけど今の話だと9時以降はご飯を食べないとか、まあ、そうですね、そういうふうにかルールで縛ってるってことですよね、うん、今のそうですね、エイプリルさんの話、うん、はい、そうですね、そうか、じゃあちょっと違うね、まあ、多分それを厚切りジェイソンさんは実行に移すためにこう1日24時間の中で、あ、ちょっと今今日お昼だけど今の時点で600キロカロリー摂取していて、うん、まだ自分はまだ何キロカロリーも消費してないからもうちょっと運動しようとか、多分その時々 でもそれ考えたらそれだけワーキングメモリーが使われてる。あ、そうですね、確かにそれで考えると無意識にできないから、うん、もっと簡単なんだよね。そうですね、朝はバナナ1本とかね、はいはい、ああ、そうですね、帰りに、あ、おっしゃる通りです、絶対なんか20分歩いて帰るみたいな、うん、それも辛いな。それもね、途中まで多分ね12日目ぐらい思ったとして、13日目からは、うん、普通に電車乗って、うん、そして朝なんかいつもより食べてて、うん、リバウンドしそうな、うん、でそういう場合は例えばそういうなんかリバウンドしそうな障害物があったら、うん、なんかそういうことがあったら翌日は必ず朝はバナナを食べると。ああ、そういう条件ね。そうです、そうです、そのために、そのために条件、そのために条件つけて行動するみたいな、作っておくんですね、ルールを、マイルールをね。それ婚活で言うと、婚活で言うと、例えば、うん、婚活パーティーに行って、うん、5人の人と話して、うん、電話番号聞かれなかったら、うん、あれです、古くからの友達で同級生で恋人になりそうな人を3人に翌日電話かけると。なるほど、それはつまり毎日5人で、はい、5人すごいよね、5人、まあ週でいいや、1週間に5人で連絡すると、うん、でもそれ果たせないのもあるでしょうと、はい、そうしたら別のまた条件で、そうです、そうです、そうです、そうか、なるほどな、そう、やっぱりそれをするしないで目標達成率は違うっていうのを、なんかその被験者を使ったダイエットのテストでもそうだし、本格的なテニス選手を対象にしてやった時もそうだったらしい。テストの、あ、違う、テニス選手に、うん、ですかね、のパフォーマンスについて、例えばプレー中、試合中に不安や緊張を感じた場合に、ある方は不安を感じたら気を落ち着かせて、これは単なる練習だと考えるっていうふうに決めた場合と、そうじゃなかった場合は、うん、やっぱり決めといた場合の方が高いパフォーマンスになってきた。そういうとか、はい、あらかじめ決めとくんだ、決めとくなので、はい、うん、これがいいよっていうのがすごいって言って、はい、そして締めですか、そうそう、そうですね、まあまあでもあとはまあいろいろ、この方も離婚されたりとかしてるみたいですね、なんかそれでいろいろ大変だったとかいろいろ言って、まあね、女性なんですか、作者は女性、あ、でもハイジっていうから女性じゃないかな、でもそうですね、夫と離婚してるし、はい、女性です、いや、女性です、まあまあ、まあ、多分女性ですね、うん、そう、まあ、そうですね、ハイジー・グラント、ハルバーソン、うーん、そうですね、まあ、いろんな結婚あるけど、多分名前から女性だと思います、うん、はい、で、現代がサクシード、うーん、成功、チョンチョン、うん、How we can reach our goals、 どうやって私たちのゴールにたどり着くのか、まあ、そういう方法ね、うん、ゴールへのたどり着き方、やってなければ悪くないな、うん、うん、そうですね、うん、いい感じ、編集者いいね、うん、はい、うん、どうですか、感想は、そんな、アイアマンさん、はい、
そうですね、まあ、確かに自分のこう自分の特性を理解した上でそういったブレイクダウンした目標を作るっていうのは非常にあの、まあ、計画を作るっていうのはなんかすごい具体的なアドバイスで良かったですし、良かったっていうのは一つだから、まあそれはちょっとやってみなきゃいけないなというのが一つ。来週やったら聞いていいですか？いいですね、じゃあ来週やったか聞いてください。あともう一つが、なんかここでいろいろこうなんですかね、そういった照明型と習得型の話とか、うん、なんかいろいろ体系だってる、あのなんですかね、こう類なんですか、類型を置いてるとか、うん、分類してるというのが単純にこの自分の周りのなんか社会生活においてあの人はあっちなのかとかこっちなのかとか自分はこっちなのかと思うことによってなんかこうなんかその人の行動のなんだろうな背景が理解できて、うん、なんか受け入れやすくなったというか、うん、なんですみんなそうあの人そうなんだ、この人は証明型だから決定論者だから、そうですね、そうですね、だからこういう行動するんだとかっていう風に受け入れられて、うん、確かに、うん、なんかこうすごいなんか無駄なんであの人はああいう風にするんだろうみたいな、よくわからない頭ぐるぐるみたいな、はい、自問自答がなくなったっていう、素晴らしい、はい、なんかあります感想は思ってみてとか、よしよし、じゃあまた次回にしましょうか、分かりました。でもまあこれ面白い本でしたよ、なんかその、前回の、うん、なんだっけ、ケリー・マクゴニカルの人生を変える教室と同じように、うんうん、そうそう、意志力にフォーカスして、そう、努力して意志の力で何とかするんじゃなくて、うん、なんかコツをつかめば仕組みを作るって言ってました、ね、仕組みが、うん、やりやすい やり方が書いてあって、そうだ、うん、じゃあまた、次回さよなら、感想待ってます、はい、あのへこまないやつを